この手の部分が長くなってて、この太い部分ですね、こうくるくるしますね。はい、お願いします。おかげさまでテックデザインさんとラクダンスのコラボの T シャツ、こちらの T シャツ120枚突破しました。ハロー、こんにちは、はるちゃんです。はい、今日はですね、エールスタイルさんから最近出たばっかりの注目のソフトダンスのチップ、エールスタイルプレミアムリップポイントロングタイプのご紹介をさせていただきたいと思います。エールスタイルさんのプレミアムリップというと、カラーバリエーションもたくさんあるんですけれども、すっごく人気で、ネジがね、結構緩まないタイプっていうんですかね、このネジのチップのところのこのスクリューのところが特殊なタイプになってて、結構緩まない上に、誰しもが使ってるレベルで、使ったことあるっていうレベルで、めちゃくちゃ人気ですね。ラクダンスでも売り上げのランキングにもう上位に何回もランクインしているものなんですが、この度そのタイプのタイプですね、3センチのものが発売となりました。全6色ですね、はい、こちらちょっと持ってきたんですけど、ピンクの他にもあるんですけど、分かりやすくてここに L っていう文字が入ってます。ロングタイプの L ですね。ちなみにショートタイプも出てるんですけど、ショートタイプはここが S っていう文字になっています。間違いないようにお気をつけください。で、開け方はですね、あ、これね、間違える人いるんだけど、ここにね、こう見ると今回発売したプレミアムリップが1本あたりで見ると少し高いかなっていう感じなんだけど、何が違うのかな、まあ、材質全部ちょっと硬さとかも違うんですけど、重さはこっちとこっちがほとんど一緒だったかな、うん、ハイポめっちゃ安いね。言うて310円で25個入りでしょ、2倍にしてさ620円で50個入りじゃん。まあめちゃくちゃコスパはいいかもしれない、まあ、全部同じジップロックタイプになってます。入れ物は一緒です。あとね、形状ですね。今回のはこれ根元の部分が長くなってて、この太い部分ですね、こうくるくるしますね。こんな感じで線が入ってます。こっち側に点点点点っていうちょっとだけ印みたいなのがあって、多分これで抜けづらくなるんじゃないかな、ボードに刺さりやすくするような感じっていうのかなになってて、まあ、ネジ、ここのネジは他のプレミアムリップと一緒の緩みづらい形状になってます。で、硬さもね、結構硬いんだよね。これ
多分なんだけど折れないと思います。硬すぎない感じかなっていう、まあ一旦触った感じね、一旦触った感じはコンドルアルティメットよりも硬いし、キガのハイポーよりも硬い感じですね。でも多分折れないと思う。ちょっとずつ投げていくと、もうしなっていく感じっていうのかな、柔らかくなっていく感じで、ちょっとここが柔らかくなっちゃって刺さりづらくなった頃が替え時みたいな感じなんじゃないかなっていう質感ですね。まあ、これちょっと個人的なあれなんで、ちょっと違ったらごめんなさい。まあ、なんといっても特徴的なのはここですね。今言ったここ、根元のところ。ここが太いことによって、結構ね、指を、バレリアンを噛んだ時に、指をここにかける人とかは、太いままこう当たるんじゃないかな。他のとちょっと比べてみようかな。ひなさんのは、こう、斜めに、まっすぐにこうなっていくスタイルで、コンドルアルティメットは、もうちょっとだけ根元が太いのかな。確かに。感じでした。ちなみに普通のプレミアムリップの長さは 24.52mm ということで、重さは 0.29 600円で30個入りなので、まあ重さは言うて変わらんかなって感じかな。フィットポイントクラス、まあ、こちらも人気なんですけど、フィットポイントクラスは 25mm の長さで重さ 0.3g、まあ、こっちもあんまり変わらないかな。まあ、だからこれすごい重いわけではないので、重さの部分ではあんまり変わらないからセッティングを考えなくていいかもしれないけど、刺さった時の感覚、もうボードに当たった瞬間の長さがちょっと変わってくるから、ロングタイプ使う人はセッティングをちょっといじった方がいいかもしれないですね。ちょっと後ろをバランス見てあげた方がいいかなっていう感じはします。まあ、実際にね、刺さってる感じとかをシュータロー君に投げてもらったので、よかったらそちらもご覧ください。はい、中村俊太郎プロです。どうも。お疲れ様です。ザワールドベスト8おめでとうございます。ワールドの日にね、Lスタイルさんから新しいチップロングタイプですね、30、そうですそうです、あ、今装着してくれた、ありがとうございます。ロングタイプ出ましたが、どうですかね、普通のとそのロングタイプと使用感など、あとどういう人におすすめかなど教えていただければと思います。でもやっぱなんかハードのポイントが指かけてるのと全然変わんない感覚ですね。刺さり方はプレミアムリップポイントとほとんど変わらない、はい、結構硬いよね。結構硬いですね。やっぱ特にやっぱ尻尾に指かける人、やっぱハードとソフトを両立したいっていう、なんかチップの長さに分かって、まだ両立できないなっていう人にはすごいおすすめなんじゃないかな。なるほど、ありがとうございます。ちょっと実際投げていただいてもよろしいですか。通常ね、プレミアムリップ使ってるんだよね、普通の。最近はどうですか。そう、フォーマス、はい、お願いします。結構みんな今までのチップだとこうビヨン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 ってなるんだよ。こんな感じ。あ、やっぱ硬いからね。硬いから。確かに、確かに全然ビヨンビヨンしてなかった。なるほど、ありがとうございます。ではまた次も頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、こちらすごく人気なんですけど、一旦使ってみようみたいな感じで人気が出ている感じかなと思います。やっぱり合う合わないはありますし、ハードスティールボード、まあ、今ちょうど見てますけど、ハードを投げる人はこうハードに寄せたい人はソフトをね、ハ
ードに寄せたい人はこれを使うとよりハードみたいな長さで、投げやすいんじゃないかなと思いますが、普通に今のプレリで問題ないよって人は特に買うことはないかなとは思いますが、多分こっちもこっちも大好きなんですけど、多分だよ、多分折れないからすっごい長持ちすると思う。値段がちょっと他のよりお高めだったけど、まあでも値段相応なんじゃないかな全部って感じがします、体感では。はい、他のチップはね結構いろいろ使ったので、まあそんな感じかな。はい、ということで今日も新紹介ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。バッツってさ、いろんなセッティング試せるから楽しいよね。